古畑任三郎は今改めて見返しますと、犯行や推理に割と穴が見られます。主人公ゆえのご都合主義といいますか、そういった点も存在するのも事実です。しかしゲストとして出演された役者の方々と古畑の対峙形式はどのエピソードも息を呑むものばかりです。当時としては斬新な刑事コロンボ形式を採用しているのも、詰将棋のように古畑がじりじりと追い詰めていく様が支持されているのでしょう。また登場法というシステム以外にも、セリフやシチュエーションに至るまで刑事コロンボを意識した点が数多く見られ、三谷幸喜さんが刑事コロンボからインスパイアされていると伺います。ぜひご覧ください。今回は古畑任三郎第1シーズンから私の好きなエピソードを3つご紹介します。このチャンネルでは漫画や映画、スポーツといった娯楽について皆さんと共有することを目的に動画を更新していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。殺人特急。車内でリクライニングシートを倒すときは必ず一言後ろの人に声をかけてください。そういった小さな思いやりが旅を楽しいものにしてくれます。そう、やっぱり旅は楽しくなくちゃいけません。旅は舞台は運行中の列車内、一種の密室です。外科部長の中川が不倫の証拠を更新所所長に抑えられ、目をつぶってほしいと乞います。更新所とは探偵のようなもので、かつては探偵は個人調査向け、更新所は企業調査向けとされていたそうですが、今では明確な違いはないそうです。中川は所長に睡眠薬を飲ませ、座席で眠る所長の横に赴き、くるぶしに毒薬を打ち込み、証拠のテープが入っている上着を持ち去ります。列車に偶然居合わせた古畑と今泉、中川のシートに目当ての酢豚弁当を見つけ接触を図る古畑、弁当のある様子に目をつけ、古畑は中川が外科先生だと瞬時に察します。死体を発見した乗組員が、お客様の中にお医者様はいらっしゃいますかと定番の声をかけ駆け寄る古畑、座席で起こりうる何気ないやり取りが後の重要なヒントとして組み込まれている点と、古畑が中川に目星をつけたきっかけがさりげなく描かれており、この点が殺人特急が傑作と呼ばれるゆえんでしょう。走ったすぐ後は息が乱れるものです。30過ぎるとなおさらです。そういう時は大きく深呼吸をしてゆっくりとお茶を飲むと落ち着きます。しかし一番いいのは30過ぎたら走らないことです。桃井かおりさん演じる DJ 中浦貴子はあろうことか付き人兼運転手に恋人を奪われます。憤った中浦は犯行を企てるのです。動機は王道の色恋沙汰であり、本来ならばドロドロとした見苦しいものになるはずですが、本作は桃井かおりさんの存在と気だるげで肩の力が抜けている演技力と、仕事には毅然とした態度で取り組む姿が手伝い、そのようには感じません。まず中浦は大量の殺害予告が送られてくると警察に届け相談します。そして付き人に自らのカーディガンをプレゼントし着用させます。ラジオ番組の生放送中、曲を流している最中にブースを抜けラジオ局を全力疾走、駐車場にいる付き人を殺害しスタジオに戻る。付き人が中浦のカーディガンを着ていたことから、付き人と中浦を間違って殺害したものと見せかける計画的犯行でした。しかし古畑だけは中浦に疑惑の目を向けます。人がね、いつもと違うことするっていうのは気になるんだよ。嘘が下手な人は全てを嘘で塗り固めようとする。
嘘が上手い人は肝心なところだけ嘘をついて、あとはできるだけ本当のことを話す。つまり正直者ほど嘘が上手い。犯人の計算高さゆえにアンテナを張り巡らせていたことが災いし、古畑に尻尾をつかまれてしまう。これは明石家さんまさん出演の喋りすぎた男にも通ずる点です。最後の挨拶。火事の時は119番。どうして最後が9なのかご存知ですか？ダイヤル式の電話の場合、大きな数字の方がダイヤルが元に戻る時間が長い。それだけ心が落ち着くということです。つまりプッシュフォンの時代にはほとんど意味ないんです。ゲストは名優菅原文太、役柄は警視庁警視小暮。古畑の上司を演じています。彼は孫娘を殺害されており、犯行グループのリーダーは証拠不十分で無罪を言い渡されていました。そこで自ら裁きを下すこととします。小暮は麻薬の密売人を装い、バイヤーに取引先と時刻を指定し、自らは取引先を監視できるホテルを借り、偽のアリバイを作ります。何時何分にバイヤーが来たと。よそで張り込んでいた部下が確かにその時刻バイヤーが来たと証言し、晴れてアリバイ成立。その間小暮はホテルを抜け出し、孫娘の仇を待ち伏せ射殺しました。ヘビースモーカー小暮の灰皿が綺麗であると疑いの目を向けるのは、なんともスムーズでナチュラル。昨今は見かけるシチュエーションですが、当時はどうだったのでしょう。今回の古畑は古畑らしからぬ張り込み、聞き込み、偽名、麻薬、銃撃戦といった刑事ドラマのお決まりシーンが多々見られます。動機の鑑定の沢村藤十郎さんしかり、再会の津川雅彦さんしかり、名優同士のやり取りはなぜこうも引きつけられるのでしょうか。上司である小暮にも屈しない古畑の正義。人を裁く権利は我々にはありません。私たちの仕事はただ真実を導き出すことだけです。これは私も耳が痛くなるセリフでした。中盤解説編突入の際の一人語りは、私がシリーズで最も笑ったシーンの一つです。名優菅原文太をゲストに添えた重厚な第一シーズン最終回を堪能していただきたいです。あなたが印象に残っている古畑第一シーズンのエピソードは何ですか？ぜひコメント欄に意見や感想をお願いします。ありがとうございました。